こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月2日川崎市民の集いが開催されました。本集いにおいて加藤官房長官現拉致問題担当大臣は次の通り述べました。皆さんこんにちは。内閣官房長官拉致問題担当大臣の加藤勝信です。拉致被害者家族を支援する川崎市民の集いの開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本日の開催にあたり、ご尽力をいただいた川崎市朝顔の会、川崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会をはじめとする関係者の皆様に御礼を申し上げます。また本日の集いをオンラインでご視聴の皆様にも、日頃から北朝鮮による拉致問題に関心をお持ちいただき、ご支援をいただいていますことに心より感謝申し上げます。川崎市には拉致被害者横田めぐみさんのお母様の早紀江さん、今ご挨拶をされました。また弟さんの拓也さんがお住まいであり、今回のような集いやめぐみさんの写真展を数多く開催していただいております。拉致問題への理解関心を高めるための取り組みを大変熱心に進めていただいておりますことに、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。今月5日は横田めぐみさんの誕生日です。拉致された当時13歳だっためぐみさんは57歳となっておりました。昨年6月にはめぐみさんを取り戻すべく全身全霊を捧げてこられた横田茂さんがご逝去されました。茂さんがご存命の間にめぐみさんをその手で抱きしめていただけなかったこと、